はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、パチンカスです。さあ本日なんですが、ジャックポットセブンというカード皆さんご存知でしょうか。このカードね、相手の効果で墓地を送られた場合にこのカードを除外して、で除外されているジャックポットセブンが3枚揃ったら自分はデュエルに勝利するっていう、まあ、特殊勝利カードになっています。まあ、あの相手のカードの効果で墓地に送られることが基本的に今の現環境であんまやっぱ距離あんまないじゃないですか。まあ、これ狙うの非常に厳しいわけですよ。これをね、今日は3枚先行で相手の効果で墓地に送らせて、デュエルに勝利していこうと、先行ワンキルしていこうというふうに思います。でこれまあどういうギミックかっていうと、あの先日ですね、僕の動画いつも見てくださってる方だったら分かってると思うんですけど、あの先日天才コンボデッカ、天才コンボクソレッカーに当たりまして、ジャックポット7を、デッキトップにムドラで戻し、でその戻したジャックポット7を、悪魔の偵察者でリバースして、でなんかジャックポット7を墓地に送らせて勝利するっていう最強コンボをしてきたやつがいまして、ね、まあそのギミックを、リスペクトさせていただいて、デッキを組んでおります。でこのギミックどうやってやっていけばいいかっていうと、デッキのカード全部墓地に送んないといけないんですよね。で、まあ対戦相手の方、ライトロード使っていたんですが、確定コンボがございますので、確定コンボで今日はやっていきます。手札1枚から、スクエアクローの下級モンスターどれかを引けば、デッキのカードを墓地に送るっていうコンボがございまして、これどういうコンボかっていうと、まあ、イゾルで絡めてこのサイバースクロックドラゴンっていうこのモンスターを出すっていう、まあ、そういうギミックですね。サイバースクロックドラゴンは融合サインしたリンクモンスターのリンクマーカーの数だけデッキトップを墓地に送るっていう効果あるんですけど、これを、2回ほど出しまして、でデッキの中のカードを全部墓地に送り、史上最強コンボを決めていくという感じですね。これクソレッカーの方の参考にもなるかもしれないんで、よかったら最後までご覧ください。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ久しぶりにデッキの中全部掘るというね、史上最強ギミックを、皆さんにお見合いしていきたいというふうに思っております。これは、まあ、一旦ちょっとライトハートですか。ライトハート出して効果と、例えばペルレーノ禁止になってさ、ペルレーノ禁止になって一番痛いのマラドムらしいね。ティアラメンツはまだなんか、ウララオッケー、ウララまあまあいいや、ウララはウララ全然オッケーです、別にどうでもいいです。から一番きついのはあれらしい、マナドムらしい、そのティアラメンツとかは全然なんとかなるんだけど、まだグリーフとかあるしね、で持ってこれるカードもあるから、なんかマナドムはなんか一番初動がペルレイルがなくなったことによってなくなったらしくて、かわいそってなったね。かわいそってなりました。はい、で一旦ライトハーティングを出しに行って、ほい。で、ですね、とりあえず、イゾルで出しに行きましょうと。で、イゾルで出しに行きまして、まあ、一応、これ、スキャクロ1枚でもいけるんですけど、まあ、うららとか、スビキシェット貫通したりとかできるんで、これ強いですね。はい。で、イゾルで効果と、で、ここで、デュランダル送って、特殊召喚、リナルド、で、リナルドの効果、デュランダル回収。ちなみにイゾルデの丸一の効果にうらら無限法要とか言われた瞬間にもう一回イゾルデ出すっていうムーブもできるんで、一応蘇生して、なのでイゾルデを2枚入れとくっていう説もある。結構ちなみに今から皆さんにお見せするギミックマジで最強なんで、これクソデッカーに憧れている方よかったら覚えて帰ってください。割とイグライト展開有名ですけど、で、これバック走ってスケール持ってきまして、で爆破されたのでイグニスの効果発動して、でイグニスでペガサス出してきて、でペガサスの効果が、まあ、一応発動しても知らせてもどっちでもいいんですけど、まあ、一応フィールド魔法これで持ってこれますよみたいな感じですね。でエクシートザ・ペンデュラム君出しまして、エクシートザ・ペンデュラムって言って、でエクシートザ・ペンデュラムリーチ召喚成功時効果で、エクストラデッキからペンデュラムをさ回収で、これスケール合わせる、でこれスケール合わせまして2と7で、はい、で墓がうるせえな。墓がうるせえな。で、まずはペンデュラム召喚をしていきます。でエクストラデッキからモンスター2体出して、はい、
はい、あこれじゃあ言ってなかったっけ、言ったっけ、あれです、手札一枚あのコンボです。これ一応付き役のどれか引いてればいけます、この展開に。でヘルフレームバンシー特殊召喚で効果発動、ヘルフレームバンシー効果でオーバーレイト1個使って謎モンスターキャンドル、なんだっけ、アグニマルキャンドル出します。でエクシドペンダルの効果、キャンドルの効果、キャンドルポプルスです、これ。はい、ポプルスで、まあ、制限カードになってしまったと言われるポプルスと同じで、手札に加わると特殊ができて、で、エクシードの効果によって墓地から特殊化されて、で、イクライトの効果発動して炎属性戦色モンスター回収して、でリナルドは炎戦士いると出せるんで特殊召喚で一旦リンク領に変えてリンク値稼いで、何をしてるかっていうとリンクモンスターをね墓地にいっぱい叩き落としたんですよね。何がしたいかっていうと、あでレベル5にしましょう、サンドル君は。はい、でレベル上げます。でアルテミスでリンク値稼いで、アルテミスなくてもまあリンク値的には多分いけると思うんで、アルテミス抜いてもいいかもしれないですね。でファイアーボールドラゴン出す、ほいほい、でこれで今リンク値がだから4,5,6,7,8あるんですよ全部で。はい、ここから、まず、シンギラ出しまして、これなリンク6なんで結構出しにくいんですけどね。はい、でファイアウォール出すで、シンクロ召喚ドロドロゴン出す、でもリンク先シンギラティはリンク先モンスターがビルドが離れると自分の墓地からリンクモンスター蘇生できるよね、効果ありますんで、ここでシンギュラリティの効果発動して自分の墓地から、ファイアウォールドラゴンが特殊召喚される。でファイアウォールは総合リンクだと一応なんかモンスター回収できるんで、まあ、ここでなんか使ってるようなモンスターがいればね回収したりとかしてもいいんですけど、まあ、どっちもなんかウララとか使ってたらさウララ回収とかできるんだけど、一応、まあ、これ何でもいいですわ、正直何でもいい回収するのは、まあ、してもしなくてもどっちでもいいって感じだ、まあ、一応しといた方が手札コストになるんで、後でソルキウスが出しやすくなんだけど、まあ、ソルキウスは引いてしまカードを引いてしまった場合も保険なんですけど、でドロドロゴンの効果を発動しまして、シンギュラリティを、素材にしながらゲッサイバースクロックドラゴン効果発動、融合素材にしたモンスターのリンクマーカーの数だけデッキストップを墓地の来るで6枚墓地の来ていく。はい、で一旦クロックワイバーンをぶち込みに行きます。あサイバースクロックドラゴン、ちなみに名称指定の対地ないので、もう一回出し直したらもう一回いけます。21枚ですね。でクロックリザードの効果発動を、サイバースクロックドラゴンをデッキに戻して、融合していくと、2、それから6、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21ですね。やっぱりアルテミスいらねえな、これ。リンクイボディよ、これ。やっぱり。今回、言うて、デッキ枚数ちょうどなんで、アルテミスいらないですね。さあ、サイバーストックドラゴン、融合召喚成功時効果を発動。21枚デッキを肥やします。21枚デッキを、肥やすことを成功しました。そしたらですね、まずトランザクションロールバックとかいう最強カードを使い、リバースリユースの効果を発動。リバースリユースの効果により悪魔の偵察者を特殊召喚、そして献身館ムドラの効果により特定のカードを3枚まで対象に取り、そのカードをデッキに戻す。もちろん俺が持つのはジャックポット7。そしてさらに自分の墓地から AD チェンジャーの効果を発動。 AD チェンジャーの効果によりフィールドのモンスターの表示形式を変更。うおーリバース効果。ジャックポット7は相手の効果で墓地を加えた場合このカードを除外し、除外されたカードが3枚揃った場合自分はデュエルに勝利をすることができる。うおーキュイ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 、ハイパービッグボーナスゲットうお先行ジャックポット7決まっていく。対戦ありがとうございました。これ拮抗勝負とか入れてもいいかもな。正直あれなんですよ、メイン2でも勝てるんで、別にバトルフェーズいらないんですよね。だからワンチャンこの拮抗勝負とかをぶち込んだら後手も勝てるんじゃないかって疑惑がある。先行アンケルってたまにさ後手でも勝てるデッキ爆弾するんだよ、拮抗勝負見てると。まあでもさ言うてあるか、でも拮抗勝負で残ったモンスター超えられないから意味ねえか。
出たゼアルサーバスとかあるじゃん、これ珍しいね。最近見なくなったんだけど、あの結構あのホ、ホープ、エクシーズ版ジャンドと言われているあのホープデッキだと思うんですけど、このテーマもね結構いいテーマではありますよね。割とキャラテーマの中では結構強い方だと思います。ユートピアフォースか、ユートピアフォースを持ってこられてしまって、でさらにユートピアフォースの、効果でホープダブルの上に重ねられて、ホープドラグナーやばいね、ホープドラグナーやばいね。あ、なんか素材足りなくね、ホープドラグナーさん。なんか3個しかないけど大丈夫？レイドラプターズ、シンギングレイニアさんと何が起きるって言うんだこれ。シギーレイドラプターズ、あ違う、レイダーズナイト、なんだと。レイダーズナイトの効果、ランクが1個高いエクシーズモンスターに、エクシーズチェンジをすることができる。うお、ラックアップエクシーズチェンジ、レイドラプターズブレイブストリックス、ブレイブストリックスの効果、ランクアップマジックを、1枚手札に加えることができる。ランクアップマジックレイドフォース、レイドフォースはあれでしたっけ、なんか1個、1個ランク高いやつになれるみたいなやつね。でホープドラグナーナンバーズ100、ヌメロンドラゴン、やべえ、ちょっとやばい匂いがしてきた。あかん匂いがするあかん匂いがする。18000、なるほど。なるほど、やべえな。これはレイドラプターズって確かさ、あれだな、相手のモンスターぶっ壊してバーンダメージみたいなやついたよな。やばい、シュル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 、黒崎さんって、黒崎さん、あ、これ先行ワッキル阻止きた、先行ワッキル阻止きた、神ゲー